これからね、里見の教師長とは別にですね、別ですね、重要な文書が出ておりますからね、その紹介をいたしますね。南京高等法院の亜鉛救援禁止処理警戒事情という文書の説明でございます。1938年昭和13年維新政府は韓国臨時政府の例に倣い、行政院のもとに海援総局を設置した。海外政権というのはですね、首都にもあり、首都北京ですね、また首都南京、当時はね、首都が2つあったの、北京を中心とするものと南京を中心とするもの、いずれも海外政権ですね。これをまとめて首都南京とする中華民国国民政府ができたんですね。そして、この中華民国国民政府にそれぞれが吸収される予定だったの。維新政府は吸収されましたけど、北京に置かれた中華民国臨時政府は吸収される前に日本が戦争に負けてしまったから残ったんですね。そういう事情を踏まえてちょっとお聞きいただきたいと思います。1938年昭和13年維新政府は韓国臨時政府の例に倣い、行政院のもとに海援総局を設置したが、亜鉛禁止に関する全ての権限は日本人の掌握するところで、日本軍部は里見始めなる本名にして中国名李建福と変名さる浪人を利用し、上海にあって公財全道なる一会社組織を創設し、亜鉛の統制販売運送をもって業務となし、中国側の主要なる関係人物は政文医であり、政文医ですね、後で出てきます、政文医であり、これもまた日本人の指定するところで、維新政府の指定し派遣したことではないのである。ここにおいて特化亜鉛営業は全く李建福、政文医両名の手に操られたのであるが、維新政府は通関の方法がなかった。通関の方法というのは外国から輸入してきてもですね、それを受け入れて販売する方法がなかったということですね。政文医の言によれば、利益分配の状況は極秘にして東京と直接の来往によったのであった。つまり維新政府は飛ばしてね、東京と交渉しろと、すなわち在下日本側機関もまたその詳細を知る由しがなかった。維新政府は税関の局所を売るためにして、海援総局の人事強制は全く公債全道に奪われたのであった。これにより戦前の禁煙政策は継続して行われることなく、かつ公債全道はすでに営業機関となり、監督者ともなり、監督者もなく、亜鉛銀行は統制商品の一種に過ぎずして、販売者はただ単に利益のみを図った。これにより都市高層を問わず至る所救援所は公然と開設され、救援者ははびこって管理するところなく、期限を定めて治療をするがごとき施設はなかった。当初はね、亜鉛患者にのみ飲ませると、他のものには売らない。そして亜鉛患者は治療施設を設けて、そこで治療して元に戻す。それによって将来的には亜鉛は全廃するという綺麗事の法律を作って始めたんですね。しかし実態はそうじゃない。亜鉛常習者、これは院者と言いますけど、院者であろうとそうであろうと、救援所へ、販売所へ行くれば誰でも売りましたからね。亜鉛患者がはびこったんですね。公財伝統はすでに営業機関となり、監督者もなお、亜鉛銀行、亜鉛銀行は当選商品の一種に過ぎずして、販売者はただ単に利益のみを図った。これにより都市豪村を問わず至る所救援所は公然と開設され、救援者ははびこって管理するところなく、期限を定めて治療するがごとき施設はなかった。以上の文章に出てくる成分医は清朝末に
大臣を務め、山田製鉄などに鉄鉱石を供給したタイヤ鉄山の経営者なる政文会の次男であった。政は援助収者であったが、中国秘密結社チンパン本藩に伝わる人物で、彼は中国社会の隅々まで愛密売のネットワークを張り巡らせていた。つまりチンパンとか本藩というね、はいはい、かつてはそれは塩を販売するネットワークでございましたけど、それをですね、まあチンパンが支配してね、その流通ルートに乗って愛をばらまいたわけですよね。非常に効率的ですよ。ですから、塩がですね、どんな田舎にも販売されるように、愛がですね、どんな田舎にも販売されていったんで。つまり、当初は統制販売であったんでございますけれど、しかしね、それは製造を統制しただけであって、販売は自由にしちゃったからね、どこまでも、販路が伸びていって、誰でも買ったんですね。それによって、里見は儲けたわけです。里見はその利益金をもちろん日本の軍部に渡しますし、蒋介石も渡したんです。そうですね。蒋介石も渡した。蒋介石が汚れた金であるということも知りながらもね、その軍資金が大事だったの。というのは蒋介石は共産党と対峙して共産党とも戦っておりましたから、その軍資金が必要ですよね。汚れた金であろうと、背に腹は変えられませんから、愛の収益を軍資金で当てたんですね。したがって蒋介石には後ろ暗いところがあります。それをですね、アメリカも知っておりますからね。したがって極東軍事裁判所で戦犯第1号として捕まえた里見一を裁判にかけると、蒋介石のね、悪意が明らかになっておりますからね。それで里見をですね、放免したんで。そして里見のね、極秘情報、アエンの反論、こういうものをね、やっぱりアメリカも抑えたかったんですね。そういう事情もあってね、里見は、まあ、ある意味無罪放免になったんですね。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。